な。来てますねって言われたことないんですかって言われて、発表ないですって言ったら、あ、これは結構怒ってますって言われて。はい、到着、こちら地底探検ミュージアム琉球館です。今回後輩に誘われて、こちらの見学ツアー、行くことになりました。まあ、せっかくなのでね、ちょっと動画にしていきたいと思います。じゃあ時間まで待ちましょう。すごいね。この下にあんな神殿があるのが山ですよ。すげえな。すげえ、見えてきたぞ。とんでもない気雰囲気変わったな。急に変わっちゃいました。さっきまで街中だったのに急になんか RPG みたいになりました一瞬石に見えたね、これ気づくんじゃん。こちらの駐車場がね、ロボライダーとデスガロンが戦った場所ですね。うん、もう下ね、地面もう掘り下げられてて、こちらの岩の高さがまるで違ってますね。うん、はい、ですけどね、この特徴的な岩の形残ってますね。いやーね、こう洞窟を通ってるとね、サバイバルしてた頃を思い出すよね。お神殿2連発
ブラックとブラックアレックスのラスボスが、はいはい、アレックスかアレックスのラスボスがボーンって上にいた祭壇なんだよね。君祭壇って言ったの当たってるよ。これだ、この角度でガレーゼロで、あの階段の向こうから主人公がボーンって落ちてきて、これをここは一枚取っとくべきだ。ガロか、ガロ剣を押し込め。皆さんあれですな、飛んで埼玉とかに使われてるってよく言うけど、ブラックブラックアレックスについては誰も何も言ってない。悲しいよ僕は。大谷か、大谷公園祭りやってる。さあ見えてくるぞ、見えてくるぞ、来るぞ来るぞ、ざわざわざわ。あれ、あった。ちなみにこの観音はウルトラマン80に出てくるんだよね。動いて怪獣ぼかして、あ、でも近いね。あ、釣れた。お、背中が頼もしく見える。メリークリスマス。こうして俺の埼玉県栃木県の地下神殿巡りは終了した。すべてのロケ地を巡るその日まで頑張れ、負けるな俺。いやー、これいい大谷石使ってるね。大谷石なんですか。いやー、これはコンクリートだね。